アメリカ人の超過さん質問です。はい、はい、So 何々 as to 使うかどうか。古いな多分響きが。 He was so foolish as to leave his car unlocked。 英検味がありますね。いろんな人に使わない、言わない。文法的に間違ってはないですけど、今の人間が使うかとか周りで見るかっつったら全くと言っても過言ではない。日本に来てから英検のテキストとかで初めて見ました。実生活ではない。実生活ではない。こういうフレーズが存在するっていうのは認知の中にはあるんですけど、使ってる人に会ったことがあるかっつったら全然ないかも。Enough to の方が普通。He was foolish. いや、でもニュアンス違いますね、それ。あ、Would you be so kind as to forward my letter? あ、それは使う。あ、これは使う。これは使う。Kind enough to forward の方が普通って書いてある。違う。待って、全然ニュアンス違う気がする。Enough っていうのは足りるみたいな意味が。Kind enough to っていうのはそこまでの優しさがありますかみたいな感じのニュアンスに。え、じゃあ forward to の場合はどういうニュアンス？やってくれるだけ？やってくれるだけの意味しか使わない。私ジュースの定義が全然違うなって思いますけど。あ、そうね、ジュースは 100% だもんね、果汁。 100% じゃないとジュースとは言えないですから。怒ったりする人が結構いるのはアメリカ人で、日本ってジュースに氷入れるんで、それに怒る人はいますね。え、でもアップルジュースぐらいだったらいける私は。東ホテルとかよくでこうぐるぐる回ってる。ああ、氷入ってない、薄くなる。だからそれじゃ 100% じゃないんだから、ジュースおかしいよって言われたことあります。なんで氷に入れるんだって。普通にリンゴジュースって売ってあるものがよく見たら果汁13%とか。そうはー、それジュースじゃないからってね。そういうのはなんて言いますか。アップルフレーバードワーターとか。そうそう、ジュースにそのだから氷入れんなってすごいアメリカ人昔言われたんだけど、この間アメリカ行ったらホテル普通に氷入ってた。入れてます。氷入ってって時代変わったって思った。でもジュースに結構よるかも。なんかリンゴジュースは割とありで、オレンジジュースが結構ダメなイメージ。その元々オレンジジュース透明じゃないじゃないですか。氷入れて水が入ったら色も変わっちゃうから、だからリンゴジュースはいくら薄くなっても色があんまり変わらない、見た目があんまり変わらないから、ちょっと結構許されちゃうのかなと思ったりました。How の簡単文っていうのを習うんですよ。How の簡単文がわからないです。How cool you are とかですね。ああ。How fast can runs とかね。How の後ろに形容詞や副詞をつけて強調する、emphasize するって習うんですけど、それって変ですか？変ですね。変というか、基本的にこの幼児用語なイメージがあって、例えば絵本に載ってたりとか、はい、あとは子供に言う時には使うんですけど、はいはい、大人になってからはほぼほぼ聞いたことないですね。How rude とか、それは言うんですけど、How rude とか、How なんとかっていうのは使うんですけど、その後に名詞をつけたり、ああ、そういうこと？動詞をつけたりはしないんですよ。そっか、How 何々主語動詞じゃなくて、もう How 足す形容詞、How 足す副詞だけで言うってこと。あとは、How kind of you to なんとかみたいなは言ったりするんですけど、How kind of you to bring us cookies とか。そうか、to だね、そうだ、to が続かないとね。to がつく場合は使うんですけど、How kind of you it is to なんか言わないもんね。言わないもんね。How kind it is とかはおかしいってこと。は言わないですね。アメリカ人の超過さん質問です。はい。ノートって通じないですか？あ、これは通じないです。通じないですか？通じないです。やっぱりこれは？これはノートブック。ブックが通じないと。まあ、スパイロでもありかな。これちょっとスパイロ少ないですけど。こうくるくるやってるやつですね。ノートって言ったら何ですか？ノートって言ったらメモのことですよ。まあ、take notes って、まあ、S がつくことが多いですね。I left you a note だったら、書き手紙だったりとか。大学の授業でこうメモ取ったのは、take a note って言って笑われてました。ああ、違うわ。違うな。違う違うっつって。ちょっとしか書いてない。かみたいに。そうですね、あとノートって言ったら音符のこと。ああ、そうですね。音符のノートです、はい。これだからややこしくて、韓国語でノートブックって言ったらまた違うものなんですよ。え、何になるんですか？ああ、ノートパソコン。のことをノートブックって言うんですね。ラップトップ。そう、ラップトップですね、こっちはね。はい、ラップトップ。し、そういうズレがあったりして、すごくめんどくさかったです。覚えるのが。ということで、まあ、やっぱノートはメモなのか。じゃ、これ出てます、ね。乾杯中。はい、ノート言える日本人。ノート言える日本人。私はノート言えないアメリカ人です。そう。ジョコさん、質問がございます。はい。appreciate の後ろに人はつけられないよって習うんですけど、使えますか？使えませんか？ I appreciate you. 大丈夫ですか？ダメですか？ I appreciate you はあります。大丈夫ですよね。そう、thank you と同じように使えるんですけど、多くの辞書にダメって書いてあるんですよ。なんでですか？そう、なんでなんですか？でも全然言う。I appreciate you guys みたいなことは、全然、YouTuber さんとかでも全然言う。めっちゃ言うし、めっちゃ聞くんですけど、辞書にダメって書いてあるんですよ。うん、まあでも、間違った英語をアメリカ人にカジュアルに使うことなんて全然ありますからね。他の人だったら言えるんですか？ appreciate 別の人、you 以外。
ああ、だから I appreciate Sally for なんとかみたいな、そういうあれですか。はいはい。それも全然言えますか。ああ、言えますね。言えます。はい。なんならグリーティングカードとかに書いてあるんじゃないかな。はいはい、なるほど。Thank you のところに appreciate。はい。なんか、あの、Teacher Appreciation Day っていうのが学校にあって、はい、その先生に感謝する日とかに、うん、それのためのカードとかを用意するときも多分使ってますね。ああ、なるほど。アメリカ人のチョカさんに、日本人がちょっと困るやつなんですけど、はい、勉強してて習うのと日常やっぱ使う表現って違うと、はい、サジェスティブってどういう時に使いますか？おお、これをね、示唆されたとかって覚えてる人が多いのに。何それ、どういう字ですか？あ、これさって読むんですか？はい、サジェスト自体にそもそも提案するっていう意味と、ほのめかす。あー、まあそういう時に使うこともありますね。でもなんか日常のカジュアルな会話だったら、まあそのなんて言うんでしょう、エロい方向に持っていく。どういう風に使えるか。あ、なんかインインあの陰湯の陰、陰語の陰、はい、オブジェとかを見たときに Looks like, like a suggested statue みたいな。そうですね、そういう時に使えそうですねって分かっちゃったあれの形してるよねみたいな。そう、そういう So suggested みたいな、そういう風に使うんで勘違いしないでください。ほのめかすみたいな意味だと思って使っちゃって違う違うっていう時があるので。そうですね。あと suggest のポイント、 G をちょっとだけ発音する。あ、 suggested だから G がちゃんと一応入ってる。なるほど。アメリカ人のチョコさんに質問です。near って使いますか？ What? near に er をつける。Oh, near 使います。いつ？ Can you get the one near to you? Oh, closer to you の方が使うんですけど、でも間違ってはないです。見たことないって言われたこともあるんですけど、アメリカ人。あんま見ないですね。closer の方がそもそも発音もしやすいし、わかりやすいので、そっちを使うことの方が多いです。nearest は？ nearest の方が near より使うかな。ほぼ一緒の意味で使われていることが多いんで、それなら発音しやすい nearest の方を使うじゃないですか。nearest station と言いますか？ nearest station 言いますね。はい、closest。 nearest の方がその時はしっくりくる。 near station って言わないですよね。は言わないですね。 nearby です。あー、最寄りのっていうよりは近くのっていうことなんで、一番近いっていう意味はないですね。 nearby house 言えるけど near house とは言わないです。 near house ってハウスっぽいけど、ハウスじゃないみたいな。確かに似てるものみたいな。 nearest だったら別に後ろに名詞置けるのに、 near は名詞置くと意味が変わっちゃう。 near ですとかね。はい。形容詞で near はあんまり使わないんです。使わないです。全知識で使ってください。アメリカ人のチョコさん、はい、とてもって意味の pretty って very と意味違いますか？違う。 pretty interesting, very interesting。 pretty interesting, very interesting。 very interesting の方が上ですね。おー、pretty の方が若干下。うんうんうん、で、very って very great ってダメですよね。great の意味によるかも。偉大なとかだったらあるんだけど、いいだったら使わない。はい。でも、pretty great は大丈夫。は使える。両方とも、とてもって訳されるんですけど。結構とかのニュアンスかも。pretty の方が。なんかこう、まだ足してない。だから、interesting と pretty interesting だったら、interesting の方がまだちょっと上なんですよ。うん、perfect にも使えるから、very perfect はダメですよね。pretty perfect。だから、perfect に近いけど、perfect じゃないんですよ。pretty perfect。あー、perfect の上じゃなくて、perfect の下なの。下です。じゃあ pretty great は great の上じゃなくて great の下なの。下、若干下。結構面白いと面白いだったら多分面白いの方が上じゃないですか。じゃあ pretty happy はまあまあ、very happy だったら、 very happy だったらめちゃくちゃ happy。 ああ、なるほど。そもそも意味が違うから使い方が違うってことですね。これは役だったと思いますよ。みんなとてもで覚えてるから。ちょっとニュアンス違う。お気をつけください。ああ、これはもう読んでもらうしかないですね。まずこの3つの違いを教えてください。 crash、crush、clash。そもそも発音が全部違いますね。そうですね。でも日本人にとって全部同じに聞こえてしまうので。クラッシュ、クラッシュが衝突する、バーンみたいな。カークラッシュとか、はい、交通事故で車が衝突する。うん、次がクラッシュの方が短くなります。あよりも。短い。下に向けて音が出るイメージで、クラッシュ。はい、クラッシュは、潰すイメージ。知的に頭の中でクラッシュっていうのを思い浮かべるのは、リサイクルセンターとかで缶がキューブとかの形に潰されてるので、あれがクラッシュ。何かの下敷きになったりすること、 I'm getting crushed。 氷のやつとかはクラッシュアイス。そうです。砕いた氷だったりとか。そもそも意味も似てるんですもん。両方ともぶつかってるんだもん。でもクラッシュの方が潰されてなくなっちゃうイメージかも。だから負けるとかそういう意味もあるんですよね。 I'll crush you って言ったらあなたをボコボコにしてやっつけます。で、クラッシュはこの色とこの色なんかすごい合わないよね。喧嘩してるみたいな感じのイメージ。喧嘩ですね。クラッシュっていうのは本当にもう物理的な衝突。クラッシュは結構意見だったりとか色だったりとかが国と国とも国ととかも。salutary、 これ知らないです。 useful の意味なんですね。今の発音も良かったですね。今のもう一回発音してあげてください。 salutary。 これが日本人できない。さ、リュウって言っちゃうんで。リュウ
そう、リュウ。L-U ってこと？リュウ。英語にないのにみんなリュウって言っちゃうんですよ。でもこれはサリューテーションちゃんとリュウ入りますよ。リュウにしちゃう。リュウ合体させちゃうんですけど、英語ってウッとリュウは合体しないんで。ああ、確かに。日本人はこれサリュウって呼んじゃう。サリュウタリ。だから、例えば、ルーシー・ルーとか。あああれ、ルーシー・リュウですね。ルーシー・ルー。ルー、あ、そうですね。ルーだけど、リュウですね、日本語では。だから、アルファベットのダブリュウじゃないですか。ダブリュウ。そうですね、あのどうしても言えないんですよ、日本人は理由にしちゃう。 W だ、価値って英語で言うんですか。 Value。 そう、これも Value っていう理由にしちゃうんですよ。そう、だから L で一瞬止まりますよね。そう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 、この音が違うんで、日本語のラリルレロとは。確かにそれは全然違う。位置が違うから一回止まんないといけないんです。 Value、ね、という、そうです、これは有益な